こんにちは、草場ひろきです。今回は足の匂いと足のかかとのガサガサに対しておすすめな精油とアロマレシピを紹介したいと思います。まず足のかかとのガサガサと匂いっていうのは人の体の構造上の問題が関係しているんですね。それはまず汗が出る汗腺は体の中では足と手がもうトップクラスなので足からは汗が出やすいっていう問題と、次に汗が出る汗腺はトップクラスに多いのに油皮脂が分泌される皮脂腺は足の裏にはないっていうところがポイントになります。なぜこれが問題になるかというと、足の裏は1日汗を 200ml かくと言われています。その汗が靴や靴下、ストッキングなどで蒸れて雑菌が繁殖しやすい状態になります。それに対して皮脂を分泌する皮脂腺がないので、足の裏っていうのはガサガサになりやすくて角質層が厚くなってそこに雑菌が侵入しやすい状態になりやすいです。なので足がガサガサになると繁殖した雑菌がそこに侵入して、この菌が匂いの原因になるということです。足が臭くなる原因の菌は表皮ブドウ球菌と言います。この菌がイソ吉草酸アルデヒドなどの嫌な匂いを発生する原因というふうに言われています。この成分はいわゆるチーズ臭や納豆臭というような匂いですね。今回紹介するアロマレシピはもちろん足の匂いを撃退するのにおすすめでもあるんですが、それ以外に角質層のケアや匂い対策1本でこの3つの効果が期待できるだけではなくて、使う精油から足のむくみ引き締め効果、抑毛効果、美白効果、そして虫除け効果も期待できる、これ1本で美脚のための働きがもう全部凝縮して入っているオールインワンオイルのアロマレシピになります。ではまず使う精油の紹介なんですが、匂いを撃退ということで表皮ブドウ球菌が原因の菌になるんですが、この表皮ブドウ球菌を抑制するのを得意とする成分があります。その成分はシトラール、シトロネラール、ギラニオールという成分なんですね。この成分を含む精油としてシトラールはレモングラス、リトセアなどが含んでいます。シトロネラールはレモンユーカリ、シトロネラジャバが含んでます。そしてゲラニオールはパルマローザやゼラニウムが含んでます。今回はレモングラス、ユーカリレモン、パルマローザを使ったアロマレシピを紹介します。これらの精油には今言った足の匂いの原因となる菌を抑制するだけではなくて他の効果も期待できるんですね。シトラールを含むレモングラスなんですが、レモングラスには血管拡張作用がありますので血液の流れを改善してむくみに効果的です。そして他にもメラニンを抑制するので美白効果が期待でき、シトラールに抑毛効果がありますので無駄毛処理をした後に塗ると毛が生えてくるのを抑えることが期待できます。次にユーカリレモン、ユーカリレモンは蚊よけ効果も期待できます。そしてパルマローザに含まれるゲラニオール、これは抗菌作用だけではなくて修練作用がありますので足の引き締め効果が期待できます。そして角質のケアにはホホバオイルがおすすめです。足の裏には皮脂の分泌をする皮脂腺がないので油分を補うためにホホバオイルを使います。これらの精油とオイルを使ったフットマッサージオイル、これはですね足の角質のケアだけではなくて匂い撃退効果、そしてむくみ引き締め、美白、抑毛、虫除け効果、これらの効果が期待できるレシピになります。早速作っていきたいと思うんですが、まず精油の濃度としては 5%、 ホホバオイルが全体で 50ml になるように精油は 5% 入れます。滴数でいうと合計50滴、レモングラス20滴、パルマローザ20滴。では早速作っていきたいと思います。まず今回は 50ml の容器にそのまま精油とホホバ油を入れていきたいと思います。
はい、簡単に混ぜて完成です。ものの1分ぐらいで作ることができます。で、これをお風呂上がりに足をマッサージしたりとか、かかとに塗布します。特にかかとはサランラップで覆ってあげることによってオイルが染み込んでですね、ガサガサしたかかとが綺麗になりやすいです。ということで今回はですね、ガサガサしたかかとがツルツルになるだけではなくて、匂い対策にもなり、美脚にも効果的なフットケアのアロマレシピの紹介でした。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、動画を視聴していただきありがとうございます。もし動画を気に入っていただけたら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただいたら通知をオンにしてください。では次の動画も楽しみにしてください。